皆さん、こんにちは。朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は、百人一首の和歌、食しない親王が読んだ歌です。玉の音は、玉と玉とを貫いて結ぶ紐のことですが、魂の尾の意味で命そのものを指す言葉だそうです。奥深い意味と美しい響きを持つ
素敵な言葉ですね。百人一首の和歌を楽しみ、素敵な日本語、美しい日本語と出会えることの喜びを改めて感じました。それでは画面の文字を見ながらご一緒に読んでみましょう。玉のおよ、たえなばたえね、ながらえば、しのぶることの、弱りもぞする。声に出して読むと、心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。本日11月3日、今日は祝日ですね、はい、文化の日ですけれども、はい、今日お届けしました一曲こちらになります。はい、別れのブルースでした。はい、今日はですね、文化の日、アロマの日、みかんの日、そしてレコードの日となっているんですね。はい、こちらの曲は、はい、1937年に日本コロンビアレコードから、発売されたレコードが、はい、大流行したそうですよ。はい、はい、昭和12年後昭和12年そうです。はい、はい、ということでこちらを選んでおりますが、はい、はい、早速では、こちらの曲にまつわるクイズを出していきますね。はい、1番の歌詞の中に窓を開ければ港が見える、メリケンハトバのなんとかが見えると歌ってます。はい、なんとかに入る言葉をお考えください。1番船でしょうか、2番火でしょうか、3番怒りでしょうか。はい、では皆様お考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。はい、正解は、はい、2番の火でした。はい、灯火という漢字を書くんですかね。はい、はい、作詞作曲者、はい、お伝えいたします。はい、作詞は藤浦光三、はい、作曲は服部良一さんで、はい、歌われたのは、淡谷のり子さんのバージョンが大流行したそうです。ハスキーボイスの ね、はい、はい、なかなか渋い歌でした。はい、はい、ということで、今日は別れのブルースをお送りしました。はい、そして日曜日ですので朗読をお届けしております。今のクイズもありましたが、いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。では本日は、祝日です。良い一日をお過ごしくださいますように。また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。